YouTube でご覧いただいている皆さんにも、私たちには誇りがあるから、その心を失わずに、もう少しできっと夜が明けるから。俺には叩くと出る誇りがある。そうなのか、叩いてみようか。誇りしか出ないぞ。叩いてみようかな。モフモフするかもしれませんね。叩いていい？仲間やと思ってた音響の山崎が大笑いして、めっちゃ笑ってる。またこれね、身内の方がすごい。こっちにカメラつけておきたかったな。でもね、ビデオの矢田さん、こっち向きもお時間お願いします。僕たちが誇りに思っている、それ、これはハワイのアロハ、このアロハできっとコロナも乗り切ろう、笑顔でいいような、そういう風に毎日をみんなと過ごしています。そんな中で出会ったのがこの曲、プライド、今井美樹さんがプライドを歌ってらっしゃいました。それをハワイ語にされた歌なんですね。それを私たちも自分たちの心の励みになるように歌い続けてみました。心細くなっている人がいたら、ぜひ一緒に心を合わせてください。
見つけてきたギタリストをね、つまみ食いしやがったほんまに。まあまあ何はともあれね、六島夫妻ですよこちらは。ね、ほんまに。結婚してからこういう結婚祝いも高かったし、すぐに子供産むからほんまに出産もほんまにもう。おむつたくさんいただいて。おむつ足りた？足りた。新生児用のやつ買ったことないだからありがとうございます。また。お金持って西松屋行きます。はい、よろしくお願いします。ぜひね、帰りの方にね、CD 売ってますからね、CD の横にね、六島家の箱置いてますんで、ちょっと懐に余裕ある方とね、では受付の案内の方にね、これって言って渡してもらったら、半分はこちらに届きますので。半分は、ね、半分は吉本さんばりに変わらない建物と厳しいですからね。ありがとうございます。一曲なんかせっかくだし、はい、時間もあるし。あるんですか、うん、ありがとうございます。そしたら新婚旅行で本当は行きたかったロイヤルハワイアンホテル行きたいと思います。あ、ほんまに、はい、あ、じゃあ、あとはルビーに。そうそう、売れ残ってるので、ね、売れ残ってるやつあったわ。そうそう、売れ残ってる、この中から1曲いきたいと思います。
Thank you.
Bye.
お気に入りの元子さんにもお願いしましょう。元子さんご協力いただいてありがとうございます。音響チームの山崎さんありがとう。あ、元子さん来た。元子さん前に真ん中にどうぞどうぞ。ノブ、トモちゃん、カンちゃん、ちょっと元子さんに教えてあげてどんな感じでやるんです。まずはカンちゃんのお手本しましょうか。皆様ご来場いただきましてありがとうございました。また皆様